さあ、今日はですね、実験的なものっていうのかな、カメラのテストをしたくて、V ストロム1550の、これ後でまたちょっと写真撮ってお見せしようと思うんですけど、カメラをどこに設置するかをずっと悩んでて、今回ね、バックミラーにつけてみようと思って、ちょっとこう動かして。360度カメラ、インスタ 360X2 で撮影してます。で、今回、テストの内容としては、2つあって、今まで消える自撮り棒を使って、クランプさせて撮ってたんですけど、なんとなくあんまり好きになれなくて、なんかいいのないのかなと思って探してて、見つけたのが、この、バックミラーにつけるステーですね。ハンドル切った時にスクリーンと干渉しないような場所を選んでちょっとつけて、それでどういう風に撮れるかなという実験ですね。で、もう一つがですね、今喋ってるのが、これピーコック。X、あと、ちょっと前の X とかが使えるのかどうかわかんない。インスタ 360R で、この2つは DCOM と接続がどうもできるということで、そのテストをやってみてます。もしうまく撮れてなかったら、無音の動画になります。さあ、うまく声入ってますでしょうかね。綺麗に聞こえてるのかな。なので、カメラとこのピーコム、今全くつながってない状態、配線とかで完全にワイヤレスで、音声を飛ばしてます。ある意味ね、これがうまくいけば、元ブログってこれでいいんじゃないって、まあ、僕は元ブログっていうよりも、まあそのまあ、お散歩動画だったりとかツーリング動画、みんなの姿を撮ったりとかして、思い出に残るようにっていうイメージでやってるんで、正味画像さえ撮れればそれでことは足りるんですけど、なんせこれ360度カメラで、ちょっと遊んでみました。この位置につけることによって自分も撮れるし、前も撮れるし、横も撮れるし、これなんだったら後ろも撮れるんじゃねえのかなと思って、この位置を選んでみました。だいたい僕がね、ツーリングはね、先頭走るんで、で先頭走るときは基本、右寄りで走ります。で次の方が左に寄るんで、そうするとね、大体あの後ろの人たちがずらっと映るんじゃないかなと思って、右側につけました。ああ違うよ、左だ。左側につけました。さあ、どんな風に映ってるのか楽しみなんですけど、音声入ってなかったらショックだな。ただね、これね、カメラ起動してビーコン起動してたら自動的に繋がってくれればいいんだけど、なんかどうもその都度その都度、なんかこう設定から繋げないとうまくいけないかない。これはこの繋ぎ方が悪いのか、他に方法があるのか。もう一つが通話を、だから他の人が喋ってるのを飛ばすっていうことはできないみたいですね。グループ会話を飛ばすっていうことができないみたいですね。なので基本的に独り言しか喋れない。
というあのところ。これが絶対かどうかわかんないです。僕もいろいろやってみたけど、今のところこれしか解決方法が出てきてないっていう感じですね。みんなの会話がね、録音できればいいんですけど。さあ、ちなみに今、右側が広島、たくさん川がある中の、ね、川沿いを走ってるんですけど、こういう時ね、あの自撮り棒だったらこう伸ばしてビヨーってやればバイクと川を映せたりすることができるんですけど、これだとちょっとできないかなっていう感じですね。よいしょ。さあ、でニュースタ 360RS GoPro Hero 9 10 GoPro Max 持ってるんですけど、多分ですよ、あの1個のカメラで済ませようと思うとこの X2 がいいんじゃないですかね。その理由はですね、まずこうやって音声を Bluetooth で飛ばせるっていうのが一つのメリットですね。もう一つが360度と、通常の映像と切り替えで両方できるっていうところですね。あ、もしかして360度で撮れてない？マジか。ビビった、取れてた。よいしょ。何の話してたんだっけ。そう、まあ、マイクのね、撮影をするのはこれがいいよっていう話でしたね。バイク降りた時にね、普通の360度じゃない映像も撮れたりとかもするんで、で、GoPro Hero 9、10あたりは、この音声を撮るのにね、別のモジュラーが必要だったりとかするんで、それはまあめんどくさいなと。カメラとビーコムがあれば、完結するんで、ちなみにね、1X2 と、1RS か用の、その、USB コネクトのマイクっていうのも存在、まあ、その専用じゃないんだけど、存在してて、それをつなげば、その、アダプター使わなくても、マイクから音声が取れるっていうものもあるらしいんですよ。それは、まだ試してないけど、現物はちょっと到着して、手元にある。あります。まだやってないだけですね。そうすると、こう、360X2 をここに置いたまんま、RS の方をアゴマウントにして、マイクをこうもう一個ここにつけてやれば、まあ、2カメで撮れるかなと。で、逆に、その、360度、じゃなくていいよっていうんであれば 1RS をアゴマウントにするのがいいかもしれないですね。お手軽で、ビーコムもないよっていうことであれば、その USB 接続のマイクっていうのを使えば音声すぐ取れるんで、アダプターとか何もいらないですよ。もうそれはもう GoPro に比べると全然お手軽だと思いますよ。
なみにちょっともう、ね、古い モデルになるんですけど、オズモアクションっていう DJI のねカメラも昔使ってたんですけど、あれも今なもう3万円か3万5千ぐらいで買えるんでしょ。だとするとあのおすすめですよ。それ僕も一時期あれで反射ビデオとか撮影してたんで、さて入ってきましたよ。よし動画チェックしてみます。